ヨハン・クリストフ・フリードリヒ・バッハヨハン・クリストフ・フリードリヒ・バッハは、ドイツ前古典派音楽の作曲家。ヨハン・ゼバスティアン・バッハとアンナ・マクダレーナの第9子で、下から数えて2番目の息子にあたる。活動地に言及して、ビュッケブルクのバッハとも呼ばれる。父親から音楽を学び、ライプツヒ・セイト・マス教会の付属学校に学ぶ。 ライプツヒ大学で法学を学んだと信じられているが、その証拠は存在しない。父親の死に先立つ1750年1月に、ビルヘルムフォン・シャウムブルク・リッペ伯爵のビュッケブルクの宮廷に、チェンバロ奏者として雇われ、経済的に自立。1759年には、コンサートマスターの地位に上った。同地では、ヨハン・ゴットフリート・ヘルダーと信仰を結び、 その歌詞によって、カンタータを作曲した。息子、ビルヘルム・フリードリヒ・エルンスト・バッハは、後に作曲家として、バッハ一族の音楽伝統の長尾を飾ることとなった。なお、ピーター・シッケレのジョーダン音楽シリーズ PDQ バッハは、ヨハン・クリストフ・フリードリヒの、今では忘れられた息子という設定になっているが、このような息子が実在したわけではない。才能の突出した。 バッハの息子たちの中にあって、ヨハン・クリストフ・フリードリヒ・バッハは、同時代から積極的な評価はなされていなかった。1793年のカール・フリードリヒ・クラーマーの証言によると、大バッハには息子が3人いる。クリスティアン、カール・フィリップ・エマヌエル、そしてフリーデマンだ。ヨハン・クリストフ・フリードリヒ・バッハの作品は、必ずしも、 他の兄弟と同じような歴史的意義が認められるわけではない。しかしながら職人気質の作曲家として、精霊勤勉なだけでなく、外的環境や時代の趣味に対応してゆける柔軟さや器用さも備えていた。初期には父、バッハの構築的な作風の中期には時系カール・フィリップ・エマヌエルの衝動的で多感な作風の影響が見られるが、また同時に、 ビルヘルム伯爵のイタリア音楽ー期のために、宮廷で出会った様々なイタリア人音楽家について、同時代のイタリア音楽の趣味を学んでいる。1778年に息子、ビルヘルム・フリードリ・ヒエルンストを連れて、弟ヨハン・クリスティアンをロンドンに訪ねてからは、弟と弟から教えられたモーツァルトの影響が現れるようになった。後年の作風はハイドンに近い。 残された作品には、14の公共曲や8曲のピアノ競争曲、室内楽曲のほか、鍵盤楽器のためのソナタ、オラトリオやモテットなどの宗教曲、歌曲、舞台音楽などがある。ありがとうございます。